なんでここで対策の結果を見せてほしいが、牛さん牛さんでもタイプが全然違うんで ね、 そうですね、はい、どういう試合になるか。さあ投げる、手前折りを投げる、意識がすごい。さあしっかりガード、そして後ろに引く、中盤で溜めているがそれ以上突き合わない。うわー、うまい、ルーグル相打ちからしっかりローンと広い方に逃げた。バックステー、バックステが速い、そしてハイジャンプで逃げる。現役時ノーダメ、ほぼノーダメージが、やばい、いいしのぎ、スケロクワルツが見れましたね。俺しっかりハイジャンプからのバックダッシュ、うまい、壊し、そう鉄弾とかで来るときね、下には当たるんで壊しが当たったのをしっかりやって壊しサマーと。さあレミーは座高がしゃがみ座高が高いんでちょっとリープからつなぎがむずいですね。そう、そういうのも、まあ、レミーの利点はやっぱりレミーの利点としてある、はい、あるみたいなんで。さあスケロクさんはゲージがもうすぐ溜まる、勝負をどっかで仕掛けるのか。もうこれ圏内ですが、そうゲージが溜まってゲージ発動、わー投げる、投げる、スケロクさんは壊しっぽいのが見えたぞ。壊しなんちゃら打ちに行ったのか。ビールジュで負けてましたからね多分、やばいっすね。強気に重ねた前方転身、すごい。さあスケロクさんがまず EX あのソニックを当てる、はい、なんとかユンがゲージを貯める前に少しでもまずラインを押し上げておきたい。すごい、おーおーおおおお、そして投げる、やばい、そうこのラインを押し上げて発動までに、うまい、ジャンプじゃキックで落とす、そうこれで当たらない。そうああいうね、あの来月中とかもね、はい、レミはどうしても立たなきゃいけないんで ね、 あそうですね、立っちゃうと、あー膝暴れ、膝反則、やばいっすよ、やる、やばい。ただレミはまだゲージがない、ここからは勝負、まずいっす。しかし勝負を仕掛けにいったのは膝、壊し様、やばい、スケロク、そして投げる、ダーサマス、当たらない、これ飛ばない、そして全部しっかり発動、逃げない、我慢我慢を重ねてる、投げ一発はしょうがない、これ、お投げグラップ、うわ投げグラップ、あ漏れる、おいしい、暴れられない、逃げられない、後ろ後ろ、あっと出ない、プレッシャーか、後ろやばいが、さあ早めの前方転身、ただこれは全然減らない、死なないぞ。スケロクさんには EX ゲージがある、まだチャンスは来る、お暴れ、膝暴れ、 EX 2押せ暴れで発動早い、早い、あ前方転身、いや距離を運べるところで死なないんじゃないか、ない、あさあ来撃をめくり来撃厳しい